はい、みちです。はい、みちです。今回、こちらですね。これ、鈴木で合ってんの？鈴鬼って書いて、鈴木なんかな、これ。東京三鷹の行列店、元祖スタミナ満点ラーメン。スタマンって言うの？これ、ようわからんけど。聞いたことあるけど。スタミナ醤油味ですね。ガッツンとニンニクと濃厚背脂醤油スープとなってますね。店主の人、この方ですかね。この方ですかね。うん。で、2019年に東京都三鷹市で鈴木店主により創業されたスタマンというスタミナ系新ジャンルの元祖。お店で提供されるスタマンそばは豚肉と玉ねぎの旨味にニンニクとニラの香りと 濃密な、醤油のキレが合わさったスープと歯ごたえのある自家製麺極太麺がインパクト抜群の一杯となっておりますね。いや、気になる。気になる。どんなんやねんな、これ。うん。で、こちらのカロリーが、384キロカロリー。タンパク質が 10.2 グラム。脂質が 9.9 グラム。炭水化物が65グラム。糖質が 62.2 グラム。うん。で、食物繊維が 2.8 グラムで、食塩相当量が、7.2 グラムとなっております。ではでは。ではでは。あ、一応書いてますね、これ。背脂加工品を使用してますって書いてます。はい。では、開けてみますね。こちらの方が液体スープ。うん。後入れってなってますね。うん。これは、お湯を注ぐ前に蓋から取り除いてください。お召し上がり直前にお入れくださいとなっております。置いておきます。ドン。こんな感じな。わしわしとした噛み応えのある極太麺に、豚の旨味と、背脂の甘み、ニンニクが効いた甘辛醤油スープがガツンとくる一杯となっておりますね。はい。では、開けてみます。ドンと。えぐないこれ。えぐないこれ。これニラやんな、これ。えぐい。めっちゃ多い。多い、すごいな。うん。で、これプラスやな。これプラス、あと一個出てんねん。こちら、ベビースター、どでかいラーメン、元祖スタミナ、満点ラーメン、鈴木監修な、鈴木で合ってるやんな。うん、スタマン蕎麦味となってます。ニンニクが効いたスタミナ、醤油スープの風味で、本製品はスナック菓子ですとなってますね。これ。で、こちらの方のカロリーの方は300キロカロリーの、タンパク質は 4.7 グラム、脂質が 14.6 グラム、炭水化物 37.5 グラム、食塩相当量が 1.8、1.83 グラムとなっておりますと。うん。一応こういうの説明書いてるんですけど、スタマンそばとは店名の示す通り、鈴木オリジナルのスタミナ満点ラーメンのこと、ガツンと醤油のパンチが効いた中毒性抜群のスープに、大量のニンニク、豚バラ、玉ねぎ、背脂、極太麺が相性バッチリ、スタミナラーメンの人気店ですとなっております。これも出てんねんな。ベビースターで。これも買っちゃった。これも楽しみやな。この二つがこう出たんやろな、これ。俺だから昔食ったような覚えあんねんけどな、これ違うんかな。これがなんか二つ同時に発売と。ファミマかな？なんか発売したって感じで。今からこの二つを食べてみたいと思います。こちらの方が5分、湯入れて5分待ちたいと思います。めちゃくちゃ楽しみ！はい、5分経ちました。では、開けます。開けます。すっげえ匂いやな、これ。見てこれ。見てすっげえ匂いしてる。これ一旦混ぜた方がいいんかな。すごくない？ニラが。混ぜるで。こう混ぜて。あ、これ縦長より、なんかあの、横に、なんか平らの方が好きかもからな。こう、縦よりな、あっちの高級感あるよ、見えへん、なんか。まあ、個人的なあれやねんけど。よっしゃ。なんか特別やもん、ちょっと。初めてやしな。多分初めてやね。これ後入れるで。でもな、ニンニクがすっごいな。パワー出るわ、これ。あ、匂いだけで。ほら。あ、来た。これなんやねんな。後入れ、液体スープってな。ようわからん。で、混ぜます。すっごい匂いしてるもん。うわ。
よくよくしっかりと、しっかりと混ぜますと。はい、できましたと。どうですか？どう？これ。すごない？これ。ほら。色がすごい。とりあえず色すごいな。ではでは。ではでは。いただきます。お疲れ様です。楽しみやな。まず、おスープ飲もうかな。飲みますね。超ニンニク。俺明日仕事大丈夫かな？超ニンニクこれ。これやばいかもかんで。残るかなこれ、どうなんやろ。怖くなってきた。で、ちょっと麺行くで。ね、これ謎肉みたいなの入ってんな。これ謎肉、これ豚肉な、謎肉みたいなのあるやん。カップヌードルのな。まあ、普通やな。普通やわ。行くで、麺行くで、これ。ちょっと太めやね。あ、太麺。まあ、ガシガシって感じやな。ワシワシって感じやな。ほんま、麺が。あ、麺がすっげー特徴的。なんか、スタミナラーメン言うだけで、ほんまスタミナやな、これ。どう考えても。来てるもん。来てますやで、ほんま。あの、このニンニクのツーンとした感じ？ツーンとしてんのよ。えぐ。美味しい。これニラやろな。ニラも美味しいわ。で、これ食ってるけど、ちょっとな、罪悪感というかな。明日仕事大丈夫かな？もうちょっと。それぐらいパンチがある。すごい。パンチデート的に。パンチがあって、ちょっとそこが怖い。うめ、やっぱりニンニク最高やな、これ。で、麺がなんか、俺は、あんま食べたことない麺かな、これ。わしわしする。太麺でな。太麺っぽくて。あー、すげえ。すげえ。あ、スープめちゃくちゃうまい。で、この流れで、ちょっとな、お菓子の方食いたい。せっかくやからな、このスタメンの、ベビースタン、どでかいラーメン。これもな、ちょっと開けてみる。ちょ、開けてみる。硬いね。開けました。中身こんな。まあ、でかーいベビースターの、でかいバージョンやんか。そんな感じやな。で、ちょっと食べてみよう。食べてみよう。いただきます。なんかポロポロ落としちゃうわ。ちょっとベビースターの味が勝ってるかもからな。それはニンニクの味せえへん気がする。これまあまあ、ニンニク、この、なんだ、スタマン、こっちみたいな味がパッケージングされてるんかな思ったけど、俺ちょっと味覚音痴かも考えない。感じないな。普通のなんかベビースターな感じ。いや、わからんわ、これ。普通のベビースター食ってる感じやわ。もしかしてこっちが強すぎて、こっちがわからんなってんのかな。
構普通やねんな。ごめんね、ちょっとわからんわ、これ。普通のベビースターのどでかい、あの、でかい方のやつ、ベビースターのでかいバージョン食ってる感じかな。これちょっと俺感じることできへんかったわ。まあ、普通のと比べてちょっとちゃうかも感じるな。ちょ、待ってな。で、やっぱこっちはすごいねよ。これ、えぐいわ。まだ食いたいもん。あ、わ、超ニンニク。でな、スープがめちゃくちゃうまい。あ、めっちゃうまい。ちょっとな、せっかくやから、このベビースターちょっとつけて食べてみようかな。これで意味ないかもかげ、ちょっとつけて食べてみるで。あ、ありかもかな、これ。これな、入れてもありかもかな。入れて食べてもありかもかな。美味しい。え、これどうなんやろな。これ一応、ベビースターってこのラーメン的な感じやんな。ラーメンのあの、乾燥したやつやんな、多分な。で、これでまた麺できるんかな、これ。温めたらな。どうなんやろな、これな。で、これでも美味しい。つけても美味しいのよ。超うまい。あ、この食い方がいいんちゃう？あの、麺がなくなった頃に、このスープにこうつけて、絡めて、食べる。いや、これありやわ。あの、お菓子単品は感じれなかったんやけどな。その、ニンニクやらいろいろこの、スタマン、食べたことないねんけど、この味には感じなかったんやけど、あり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 よ。これ絶対ありよ。これええかもかな。ほんで、ラーメン作った時に、これもな、あの、入れてもいいかもかな。バーってか、まぶして、食べても美味しいと思うわ。万能。このベビースター万能やな。でもう一回、スープ飲んでいい？最高。最高やわ、これ。俺これな、鈴木さんって知らんねんけど、スタマンさんか。知らんねんけど、これは店舗行きたいと思った。俺関西住んでるから、ないかもわからんねんけど、関東だけなんかな。これ行ってみたい。めっちゃな、ニンニク、ガッと食んねんけど、美味しい。これ最高。スタマン最高。クワマンみたい。